第2回公開収録、イエーイ、<laughs> ありがとうございます。我々はマイクあるからまあ避けて拍手してもいいんですけど、はい、皆さんはしなくていいんですよ。よ <laughs> みんなやってましたけど。<laughs> え本日はサポーターコミュニティの方々を極小人数でお呼びして収録をしていきたいと思います。公開収録でございます。はい、よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。 で、本日のテーマなんですけど、はい、まあ、せっかく、ね、こうやって、サポーターの皆さんも来てくれたんでね。うん、なんか、ゆる言語学ラジオらしい、はいはい、良いテーマで、収録していきたい感じがあるんですけど。みず、はい、さん、何にします、今日のテーマは。あれとかでいいんじゃないですか、やっぱ、サポーターあるあるみたいなさ。<ー>そういう感じでいいんじゃない。丸い。丸 <laughs> <laughs> <え>い。だれ、これ。そんなエッジ立ってない企画をやる人たちじゃなかったでしょう。ほら、さん、なんかアイディアありますか。 やっぱさ我々とサポーター全員に特徴共通する特徴はいはい言語が好きとか,ううか完全に1個しかないと思うんですよ1一個しかないメタモンだと思うんですよ <laughs> <laughs> メタモンってのはあれですね、うん、メタ認知が暴走してしまう人間のことですね そうだと思いますね絶対に絶対に絶対に <laughs> これはじゃあ後ほどね確認してみましょうか確認していけると思いますのではい答え合わせはここからですねはいというわけでじゃあ今回のテーマはみんなのメタモン体験談そうですねということですねメタ認知が暴走してしまって私はこんなところで大変でしたっていうあの地獄のような通販番組みたいなね <laughs> 皆さんから寄せられた体験談を紹介する特に救済はないっていう地獄のような通販番組システムでやってきすないですからアイディアとかそうするといいよみたいなもんがあったらねこんな苦労してないですか我々は俺も俺もって言って終わるあとね僕一応仲いい高校の友達とかでこれを聞いてくれてる友達がごく少数いるんですけど全くそれね感臭入できないと思いますね彼らは全員が全員こういう人じゃないっていうのを僕ね頭の中でねちょっと あるので、え、高校時代、みずほさんは、何やってたんですか。<え>なんで、そんな、そんな人たちと仲良くしてるんですかそ。そんな、そんな人たち。<laughs> 僕の友達のことを、そんな人たちに呼びました、今。いや、メタ認知が暴走する人としか仲良くできない、病気じゃなかったです。いや、いや、いや、僕、あれなんですよ中学ぐらいまで、純粋だったね、中高ぐらいまで、純粋な青年だったんで。うん、その、狂ったタイミングがは,はっきり覚えてるんですよ。はいはい、本を読んだからですね。あ。 あ、そうなんだ。2> 第二ぐらいからじゃないですか、だからせいぜい。からん<ん>でも高校を知る友達に聞いたらそんなことないっていうかもしれないですけど、<ー>僕の実感としてはそうなんで。本読み始めたせいでメタ認知が発動し始める、珍しいパターンですね。学祭とかも全力で楽しむし、夏も全力。マジで？通知表もめっちゃいい。え、一般的な。なん、ね、でもよも。 一般的なメタモンの生態はさ、はい、多分正午ぐらいの段階でさ、うんうん、仕上がるんですよ。な、なに <laughs>、なに、仕上がるって何、何に。正午ぐらいの段階で、もう、な、うん、してんの。なんか、クラスの人たちがはしゃいでる何かを見ながら、あ、こんなくだらないものにはまってみたいな。 なんか流行に左右されてお前らは人生を歩んでいくんだなもうソロみたいになってない人生の確固たる軸もなしになんとなく世の流行を取り入れながら死んでいくんだな君たちはと思っていますよ大体ちょっとせっかくなので聞いてみましょうかそうですね小学5年生の時に流行に浮かれはしゃいでる友達を冷ややかな見てたっていう人は正直何人いますか、はい ほららららほほほほぼ6分の5じゃん6分の5えっ俺だからこのサポーターさんクラスにいたら嫌われてたよそう絶対そう中学の時とか漫才とかしてたよそうそう水野さんが漫才してるのを見て冷ややかな目でさああそういうのやっちゃうんだ浮かれちゃって芸人さんの真似事みたいなことあるよねって思われてたって思われた間違い全員から思われたそうだよねえ怖っ俺サポーターコミュニティから抜けようかな <laughs> パーソナリティなのに <laughs> え僕からいいですかじゃあ、はい、僕会社出版社に入ったんですよはい、はい、で出版社に入って研修期間を経て、まあ、配属、うん、でとある編集部に配属になったんですねはい、はい、でその時に最初、えーっと「今日お前そんな仕事はないと」と、うん、だから自己紹介書を書けっていう A4 ペライチに自己紹介をもう自由にまとめて。うん うんまあ一般的な新卒がよくやる茶番というかなんでもないですサラリーマンやったことないんで適当なこと言いました何でもい非常に重要なステップですよね職場の皆さんに馴染むっていうまあもちろん一番大事な仕事ですそう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 でレイアウトも自由だとかって言われてでそこにさ当然ですけど自己紹介ですから特徴とかを書くわけですよ自分の趣味とかさでまあ 読書とか、書けないじゃん。ああ、書けないねただ、その読む本の。どんな本読むかみたいなの、一応与えた方がいい情報だと思ったので。うん、その好きなジャンルみたいなことを書き始めようと思ったらね。うん、筆が止まるんだ、これ。<laughs> <laughs> 止まんのよ。おお、好きなジャンルも書けない。はい。なんでですか。書けそうだけど。え、だってさ、たと、例えばですよ。うん、恋愛小説とそこに書くとします。うん、そしたら。めちゃくちゃ本読んでる編集部の先輩たちが。うん、あ。 こいつ恋愛小説読んでるタイプなんだって思ったり、うんうん、詳しい人が中にいてえ「じゃあお前何読んだの?」って言われてこういうのとか好きですって言った時に「えそれなんだ?」みたいな感じになる可能性がこれその出版社に入るるるとああらゆるジャンルでで可能性があるんですね、うんうん、実際分かったんですけど入社してからミステリー小説が好きですって言ったせいで地雷踏んだこととかもあるのでミステリーと SF はねねやばそうですよ、うん、迷った結果性表現って書いたって。

ジャンルでしょ性表現まあうんジャンル細分化されたジャンルでしょ観音小説とかならわかりますけどそうね観音小説って書くと詳しい人いるかもしれないから <laughs> <laughs> えだってさ性表現ってそのデスマス調みたいなことじゃないなんかそのあいや,いやいやいや。か属してるけど それをあまりカテゴリーとしして立ななくない性表現それは読まない人が見たらそうなんでしょうけど<や>読んだらまあ,あこういうジャンルこれだけでも十分いろんな考察はできるなっていうことを多少分かったでちなみに全然読んでなかったですその言っても、うん、ただツッコみにくいだろうなっていう点でそれを選んだだけで完全 <laughs> にプラグマティックに選びました。<laughs> あだから,あら探探しし回避を探し続けたたた結果たどり着いたのが正表現そう例えばだけど「うん、タヌキ」だけめっちゃ読んでたらタヌキだけ書けばいいなと思うんですよ、ねね、でもそういう一芸がないせいで結果的に「正表現、うん」<laughs> と書いて終わるっていうことがありましたね。これいいですね多分抽象化すると「メタモンあるあるの」の、はいえー、突っ込まれるのが嫌すぎて、うん、ニッチを必死に探しに行くっていうことになりますね。 まあ、そう、かるな。でも、うん、何をね。言っても何を言っても何かが起きそうな時っていうね。あんまり体験しない人生で、うんうん、そのまあ崖際にいきなり入社1日目で、うん、特に。しかもその職場の人はそんなこと思ってないのに、うん、勝手に自分だけで完結した結果がこれでしたね。<laughs> はい。あ、でもね。あのすごい気持ちわかって、はい、やっぱニッチを掘りたくなるんですよね。うん、うん、えっと逃げ道としてのニッチは多分あるなと思っていて。うんうんうん 例えば、僕、生まれが沖縄なんですよ。はい、母方が沖縄でして。結構、沖縄の観光情報に、多分、まあまあ詳しい。うん。うん。と思うんですよ。うん。うん、でも。なんか、沖縄の観光情報のことを聞いて。って言うと。なんか、相当詳しいやつだと思われる気がするんですよ、ねはい。はい。はい、だから、何か、その、取りこぼしがあった時に、石を投げられるんじゃないかっていう、うん。<laughs> リスクが、やっぱ、頭にありますよね。はい。僕、特に、その、なんていうんですかね。 自社仏閣みたいいいなな、うん、宗教系のの施設とかにあんんんまり興味ないんで、はい、弱いんで弱すよその辺、うん、沖縄いっぱいあるんですけどセーファーウタキみたいな名所とかいっぱいあるんですけどその辺を疲れると「いやそこ知らないな」ってなってしまって「はい、やばい気がする」ってなった結果「今度沖縄行くんだよね」って言ってる人に「あ俺さ沖縄のチェーン店情報めっちゃ詳しいから<ー>沖縄のチェーン店情報のことだった何でも聞いて」っていうようになりました。あめっちゃわわかるわ <laughs> ビールとかそうやもビールとか完全にそうでクラフトビールに詳しいよっていうとどういうイメージしますいやもうクラフトビールえだから全般語れるそうと思うじゃんでもまず例えば海外か日本かでももう全然海外なんて追い切れないの海外のを追おうと思うと結局インポーターを押すっていう方法とかあ輸入業者ってですねだからこのインポーターが仕入れてるものだけ詳しいとかそれぐらいの規模じゃないと正直全部追い切れないですね 僕だからビールの中で「こと」その時に地雷を踏みたくなければ日本のブルワーの売店を作っていてかつ缶か瓶で下ろしているところだったら多少わかるっていう表現になりますかね <laughs> 分かった今この話してて、はい、すっごいコネクティング・ザ・ドッツミあったんですけど、はい、あ,のあれあったじゃん前 OED の面白し単語紹介する回でさ自分の専門外のことに口出しする人みたいなたウルトラクレピディアンみたいなやつ、ね、ウルトラクレペダリアンみたいないではい。 あれを多分やりたくないというか。はい。だから アカデミックも多分そうだと思うんですよね、うん、それこそ監修に入っていただいてる専門家の方うん、うん、先生とかってすっごい謙虚に喋るじゃないですかうん、うん、その辺については私は詳しくないんですけれども、うん、こんな感じだと思いますみたいなあれってそれやっちゃわないためですよねうん、うん、専門外のことに偉そうに喋ってなんかわかるやつになりたくないと思った結果私の専門ここなんですっごい狭いところを定めて <laughs> それ以外のことについてはよく知らないですけどこうだと思いますっていう言い方になるっていう、うん、なんかアカデミックで専門 論家が特化していくのにちょっと似てますよねあそうかもしれないですねちょっと自分はね、アカデミックのバックグラウンドと重ね合わせるというのは非常に不損かつ存在なのであ,<ー>あんまりそういうことはしたくはないんですけれども <laughs> もしそういうことがされしてもいいというのであれば <laughs> 雑な推論ではありますけどそうかもしれないですねその早口がもうメタモンだね <laughs> 堀本さんは何か自分がメタ認知が暴走したなと思う象徴的なエピソードありますかあのー、僕 女性に、花をあげられないんですよ。うん、あ、はあ、はあははあ、フラワー。フラワー。はい。これ、なんか。花手って思いません。めちゃくちゃうなずいてます。ねめちゃくちゃうなずいてますね。あのー、<laughs> 花手 <laughs> なんか、花、あげると良いらしいっていう噂をね。うん、いろんなとこで聞くんですよ。うんうん <laughs> 女友達とかにその恋愛相談みたいなことしててなんかじゃあこういう人と付き合ってるんだけどこうこうこうでって言ったらじゃあこういう機会に花とか,なんかちょっとしたプレゼントあげるといいよみたいな一輪でいいからあの花あげるといいよみたいなとかあとちっちゃい何ですかちっちゃい花束みたいなやつあるじゃないですか「フラワーなんちゃら」みたいなやつあれあげるといいよって言われて「分かった今度あげるね」って言って実行に移したこと一度もない <laughs>。 えその心はえ僕全然花もらったら嬉しいですけど花もらったら嬉しいあ、もらうもらう側の嬉しいから別にあげられる僕がうれ<ー>嬉しいから推論としては相手も嬉しいだろうと思って別に僕はあげられますけどえそれは何か嬉しだからってこと僕も,僕ももらったら嬉しいあ、もらったら嬉しいどちらかというと、うん、<え>もらったら嬉しい、うん、ただの有機物だと思ってるじゃないですか <laughs> 花のことって まあ、あのアマゾンギフト券と花とどっちかって言われたら絶対ギフト券ですけどダン、ね、トツであの、日にならないぐらいギフト券ですけどでも、嬉しいの <laughs> でももらって嬉しいことに嬉しいじゃないですか、花も <laughs> もらわないぐらいだったらちょっとその言い方嫌なんだよな、<laughs> その言い方嫌なんだよな、大学のさ卒業コンパとかで結構花もらったからさ、<laughs> その言い方されるとちょっと、ね、なんか嫌な顔する人がいるなって思うから嬉しいんですよ、すごく嬉しいうん、うんうん、はい。 それはそれとして自分が花あげてるところを第三者視点で想像するとうわ花あげてる俺って思うんですよああ花あげてる自分を見てしまうそうそうでいや花花ってって何ですか他にあげるものいっぱいあるじゃないですかチョコレートとかあげたらいいじゃないですか僕チョコレートあげられるんですよいくらでもあげられるんですよ だからでもチョコレートを選ばずに花をあげててててるるわけですよね花を持ってきてるっきことは、うん、選択肢として家を出て何かを買いに行く段階では花もチョコレートもあったのに僕はチョコレートを切り捨てて花を選んでるわけですよね。はいはい 上げた瞬間に相手にもあこいつはチョコレートを切り捨てて花を選んだんだなって思われるわけじゃないですな。<laughs> つまりお前は花を選ぶ方が自分の性に合ってると思ったんだなと引いては花をあげる器の人間だと思ったんだなって思われるなと思って花買えないんですよ。あげられないんです。な気がするだ,だってちょっと似た話で松本人志さんがねラウンタウンの松本さんが。 パイロットが、うん、あの飛行機でたまにに挨拶しに来ると、はい、最近あんまりないですけど昔時々ありましたよね「あの機長の何々です」みたいなあ,、はいはい、あれ言いに来た時に全然関係ないの分かってるんだけど男前じゃないとちょっと落ちそうな気がするって言っててはい、はい、分かりませんこの感覚全然分からん <laughs> 怖いくらい分からか <laughs> ほんで鼻の話と別に今関係なかったね。で何でもない。<laughs> <laughs> これみんなが「分かる分かる」って言ったら繋げて「ほら分かるでしょ」っても行こうとしたのに、うん、今全員首かじげてたんでなんでもないです <laughs> ちょっと一応聞いてみましょうか、えー、と実際に「あげたあげてない」は別として花を自分がい、えー、と例えば「あげる」っていうのが抵抗があってできないと思う人はどれぐらいいますか あほらほらほら男性人やっぱ男性人あ<ー>男性人あります、ね、男性は3分の2、ね、そうですね女性もいらっしゃるとやっぱり同じタイプ同じタイプの人はやっぱ鼻あげられないですやっぱでもちょっと共感度が全然ね多分違いますねだって6分の3でしょ、うん、全然刺さってなかったよ今の鼻あげれないはやっぱりやいやほらあまあ僕はあんまりその何ジェンダーっぽい話避けるようにしてますけどはい やっぱこれね、割と男性に強い問題な気はしていてあます、あ。それまで、ね。うんうん、やっぱだから、そのさっきのまあ、貴重の話、結局何が言いたかったかっていうと。花、うん、あげるやつ、ある程度男前である必要がある気がしてす<ー>。あ、<laughs> なるほど。 なんかね花をあげるレベルに俺達してないだろうってやっぱいつも思ってしまうんですよなるほど花屋さん通りがかるたびに <laughs> 俺のことを店が歓迎してないだろうんなんだったら店員さんは「花買いに来ちゃったこいつ」<laughs> <laughs> 思うんじゃないかなっていう気がする「<laughs> チョコとか買えばいいのに」っていう <laughs> お前は花をあげるに時間ない人間だって <laughs> 花屋さん絶対思ってますから、ね、花屋さんの店員さんが「チョコ屋あるよ隣に」<laughs> って絶対言われる気がする。 <laughs> リカードの比較優位みたいなねお前が関わるのはチョコ屋だからチョコ屋に行けよと花に行くなと思うそうなんですよ<ー>そう完全に比較優位説ですよこれは,はいはいはいお前はチョコあげてた方がポイント高いのになーって思われる気がする <laughs> タイガー・ウッズがねこう芝刈りをやる必要がない理論だからそう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 はいはい <laughs> あリカードを解説するのかしないのかどっちかにしようさ <laughs> <laughs> 今すっごい中途半端だからタイガー・ウッズの芝刈りの話だけ出されても知らん人は何もわからんからな,、うん、なんでわかんないですよね <laughs> <laughs> あだからあれでしょ外国と貿易の話でだから例えば工業もできて農業もできる国と、うん、農業しかできない国があったとしたら工業も農業でで、ね、もできる国は工業やった方がいいよねっていう話で,うで,、ね、で大丈夫ですかね経済に詳しい人とかがもし見ていたらそうですいません多分ね細かいこと言うとあれな気がするんですよ、えっと、だから工業も農業も盛んな国でワインも作った方がコストは安いんだけどだから農業しかできない国って何を作ったとしてもその国に劣るんだけど、うん、でも。 相対的に見た時にその国はワインを作ってる方が得だよねっていう判断が入るのが多分リカードだと思う,うん、うん、比較優位説、うん、な気がしますエ、ね、アブでーす <laughs> ここから公開収録にいらっしゃってる皆さんサポーターの皆さんにメタモン体験談を、えー、募集していきたいと思うんですけれども前回よりハードル高いよねそうだってこれをさ入っていって答えてさ喋<う>るってことはさ 自分はメタモンだっていう自認をしてかつ喋るっていう二重の壁を越えないと喋れないわけじゃん。かつ最初に喋るにふさわしいエピソードであろうという判断もこいつはしたんだろうなと思われるから全員下向き始めましたけ <laughs> 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 大丈夫ですかこれ。<laughs> っていうねことがあって多分誰も手を挙げられないと思うんですけれども。うんはい いかがですか。はい、ちょっと、ある、あやるじゃん、ありがたい。すごい、ありがとうございます。もう、二十分沈黙かと思いましたよ、ここから。じゃ、あちさん。ですかね。はい。あちです。こんにちは。こんにちは。はい。と、今日一個メタモン体験談持ってきたんですけど。ありがとうございます。20もう二十年以上やってるウェブサイトがあって。で、そこに、あの、公式が作り始める前から、ドラえもんのファンサイトを作ってたんですよ。 んえアチさんんが作ってたんですかそうの頃なんかいろんな個人の人がドラえもんのサイトを作っていてで、まあ、自分のドラえもん知識であるとかドラえもんの考察とかそういったものを置いてるっていうサイトをいろんな人が作ってて<ー>で私もその一人で今も一応あるんですけど、まあ、今はそんなに更新をしてないんですけどね公式もできたことだしっていうことで。当時はだから そのウェブサイトを作るっていう文化がそもそも多分あんまりなくて公式がそもそももあんまりなかった公、ね、式のウェブサイトがなかったわけですねなんでそこを作ってたんでそうするとで、まあ「ドラえもん好きです」とかっていろんな人に言うわけじゃないですか、うん、そうするとまあ,あじゃあドラえもんの道具とかって何があのもしもらえるとしたら欲しいですか<ー>みたいでもベタな質問だね多分すっごい聞かれるんですよ多分そうですね。 じゃああ,のあなたのドラえもん知識はどれぐらいで私にドラどれぐらいの, <laughs> あのドラえもんオタクとしての, <laughs> あの要求をしてるんですかみたいなことをつい考えてしまってあ皆さんが知ってるドラえもん道具から何かドラえもんの秘密道具から選んだらいいのかそれとも私に期待何かされてて、うん、<laughs> 気のなんかすごいあのマニアックなものを出してくるんじゃないかっていう期待がそこにあるのかなって考えちゃうと<ー>もう全然。 こう、何を言ったらいいのかな。<laughs> 一番適当なドラえもんの道具は何だろうなとかっていうのを考えちゃう。んですよああ、それすごい。あの、よくある、ね。うん、よくある。よくあるパターンだし、示唆に富んだ話でもあって、これを解決する方法、やっぱりあれだと思うんですよ。明示的な型宣言だと思うんですよ。うん,うん、うん。これ聞くタイミングで私に合わせなくていいんですけど、全力のドラえもんの秘密道具で一番好きなのはどれですか？ って聞かれたら、多分解決できるわけじゃないですか。なるほど。微妙、微妙な反応だった。あれ、違う。えっと、だから、じゃ、ちょっと正しい聞き方を考えましょう、今から。そう、聞くと、いき、そうですね。確かに、確かに。えっと。僕、ドラえもんの知識が全然ないんですけど。はい。そういうのも含めて、僕のことを置いてきぼにしてくれてもいいんで。あの、一番。意外な角度で。あの、あれ。意外、意外な角度というか、驚きが。 聞き手に驚きを与えるような回答が聞きたいんですけどドラえもんの秘密道具で一番えっ、ー、と一個だけ手に入れるとしたら何がいいですか一個だけ手に入れるとしたらもう私の一番本当に全部のドラえもんの道具を見てこれだって思ってるやつを言っ,言ってもいいですかお願いします,しますえっと29巻に出てくる自動買取機です えっとね、俺知ってる気がする。僕実家にドラえもん全巻あったんで、<っ>わかる気がする。会話,会,会話できるんじゃないか、これ。自動買取りができるんじゃないか。あれですよね、<laughs> なんか雑誌とか放り込んだら、お金までて出てくるやつ。すげえ覚えてるわ、あのね、あれですよ。 の,のび太が発明したスキームで漫画一冊分のお金だけ最初にあれば本屋で買ってきてカバーをかけて丁寧にそれを一冊読み切って完全に新しい本のままそこにぶち込めばまた同じ一冊分のお金が出てくるからこれで無限に漫画が読めるっていうスキームを開発する話ですよね。全くその通りですレベルでしたあさん <laughs> <laughs> ででもそれが一番欲しいんですよ家にいろいろ余計なものがいっぱいあるんで買ったはいいけどこれあの必要なかったなって思うものとかを見るたびに自動買取り機があればそこにこう入れていけば、まあ、この失敗を取り戻せるのになちょっとはお金で捨てるのももったいないじゃないですか。あち<の>、はい、さんに教えたいものがあるんですけど、はい、メルカリって知ってます <laughs> <laughs> いやもっと楽なのがいいですよ。やっぱなんかあのブラックホールみたいなところにこうただ投げ込むだけでお金が返ってくるってすごくいいじゃないですか。ですね、あでもねいいですね。あっちさんものすごいリアリストなんですね。なんで？その空想ってかその現実世界に全く違うフィクション虚構を持ち込みたいっていう意欲を感じないですもん。そのお金その物をお金に変えて今の生活を金銭的にただ良くしたいっていう話だからその未来に行きたいとか、うん、そうだね。自分がめっちゃちっちゃくなりたいとか。 じゃなくて、錬金したいということでよろしいですか そうですね2番目に欲しいのが増える銀行なんで増やすぎちゃうやつ増やすぎて地球がそれ倍々栗まんじゅう増やすやつドラえもん知識弱すぎんかエアプスかドラえもんちゃんと実家で全巻読み込んでこないとないから増える銀行あれですよねめちゃめちゃな高金利で金増えていくやつですよね1割1時間に1割とかじゃなかったしああちゃんと確認してくればよかったやばいやばいやばい <laughs> 専門家としてのメタモンが発生してしまってる <laughs> なんか悔しい悔しいですこれに答えらんの悔しいです一 1>, 1時間1割とかだった気がするす,そうすごいな,なんで私は冬ゆる銀行を手に入れたら、まあ、夜中寝る前にそこに全財産を突っ込んでおいて、ね、朝引き出すそれが一番いいと思います 後輩当株とかがあるんですけど、あの、配当利回りね、高い株とかが結構あるし、アメリカだと結構連続で増配してる株とかもあるんで、それとかもつといいかもしれないですね <laughs> あの、ね。あのね、僕は前回の公開収録でも、いや、これ、怪しい投資の情報詳細じゃないのよって突っ込んだ記憶ある。なんで人を前にすると、われわれ、怪しい投資の情報詳細になるんですか。<laughs> いや、だからその、毎月1000円これに使うって、金融有利手出しで低い層の方だと思うので、ちょっと、ちょっと、ローバシンながら。失礼な。 間違えました本当いつもありがととと,がとうございいいまままますすすちょっパンゴリ言お願いします、まあ個人的なのだと「動物何が面白いの?」って言われるとすっごくなるんですけどこの人はレア動物をなんか紹介してほしいのかなとか自分の好きなのを紹介してほしいのかなっていろいろ言い過ぎて自分が好きなのだったらもう猿って一言でいいんですけど動物園で見れる範囲のじゃないといい情報じゃないのかな。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ面白いんだけどテレビでもあんまり紹介されたものじゃないかったら調べようがないしとか<ー>めちゃくちゃ本なんですかぐらい僕は動物って言われると好きゆえになるんですけど,ど、はいはい、もう一個最近ちょっと成人式のちょっと仕事関係ちょっと関わったことあってはい、はい、そこのなんか皆さんの夢は何ですかみたいのがこう音声とかスピーチの方が言ってるのを聞いてしまった時に。 やべこれだと思って僕ずっとこれで悩んでたと思って<う>あの夢聞かれるとすごいきつくて定型的にはもうお手本わか,かるんですよなんとごくわんぱくだけど大きな夢を語ればきっと大人は喜ぶとかあとまあ単純に何とか屋さんケーキ屋さんになりたいとか、うん、そういう具体的だけど子供が安易に自分が食べたいからみたいなんでいくと。 まあ可愛いって言ってて言ん、ね、かるんですけど人生として大人になっても結局ずっと答え難しくて <laughs> 大学生ぐらいになるともうちょっと出てくると思うんですけど、うん、結局自分がついたことがない仕事が本当に合ってるかとか夢俺は絶対にこれだって言い切れるほどその業界知らないって。なったら気が変わるかもしれないのに夢だって言えないし。 全力投球するとかそのスポーツ選手が頑張るぐらいそんなしんどい思いをしてまでして目指してるわけでもない自分が本当にこれってはっきり言っちゃいけない気がするしあれ夢って難しいなと思って夢で迷ってる人はいないから <laughs> <laughs> お手本回答は言えるしそれこそもう働いてて一応それなりに目標にも思ってきたのにつけました。 働いてもいるし満足してますって言ってる人でも人生のどっかで本当にその職業を一度も夢って言えたことあるのかなって。<れ>ちなみにパムリアさんは学,生学生とか学生ですか学生さんか。今三十一もうすぐに。あれ <laughs> 今普通になんか学生みたいな感じで大学生みたいな質問してましたね。うん、全然今想像と全然違いいね。ね人生のこの先の夢なんですかってなおさら寿命伸びって聞かれることもあるじゃないですか。ああ三十の時にっていう。ね、えずっと あなたはなんて答えたら一番喜ぶのかなみたいなあ<ー>えポンゴリラさんは普通にお仕事はされてる一応仕事してるんですけどでも夢を聞かれたらどうしようって思って夢って言うほどの目指してたかとか今満足してるかとかああでもそれ夢ってことは難しいなと思ってえ例えばですけどじゃあ今後のキャリアをどう考えているのなら答えられるんですかあそれだったらこうステップをどう踏むとかはい、はい、目標とかジャンルがはっきりするじゃないですかあ,<ー>ある程度あ でも夢って言葉難しくないかあとね今のパンゴリラさんの語り口やっぱ素晴らしくて、はい、多分本命で言いたかったのはこの夢の話なんですけど、うん、でも俺パンゴリラとしてここに来るからにはなんかゴリラっぽい話もしなきゃいけないよなって言って取ってつけたかのように動物の話最初に入れてきたのメタモンですね,ね完全に構成を今深読みしましたね <laughs> 完全にそうだわ一般的にはやっぱさ 夢って何ですかって言われた時って、うん、ま,あまたこう薄いファストアンドスローインをしますけど、うん、普通の人って多分質問読み替えて、えー、と今後のキャリアはどう考えてるのとか家庭は持ちたいのとかそう,です、ね、そういうレベルの質問に多分読み替えちゃうんですよ、うん、だから簡単に答えられるし僕も多分ね「夢ってどうする?」って言われたら。 このままでででいいすすって言えるんですよあんまあ僕こ,れこの質問は僕にとってはダメージないんですけどなるほど。多分パンゴリラさんは読み替えないんでしょうね。その夢って何ですかって時に、ね、まずその夢の定義だとか、うん、<laughs> その何をもって夢と指すのかとか、うん、夢って,って言って軽率に何かを言った時に起きる責任とかまで無限にロードしちゃうんだろうなっていうその質問をシステム1で読まない。 問題ですよねねこれ多分、ね、うんうんうんそうですね遅い思考をちゃんと働かせて考えないといけない、うん、システム1とかの説明は大丈夫だもんねもういいと思います、ね、ファストアンドスローみんな読んでるんそうだよね高校生の時にねそうそうそう概要欄にリンクありますんでまさか読んでない人はいないと思いますけど <laughs>、はい、読んでない方はぜひ読んでいただければはい直感的にねシステム1でパーンって返しちゃうんじゃなくてねじっくり考えちゃうやつねそうそうそれからシステム2ね <laughs> うんでもね夢の話は結構多分熱くて 何喋ろうとしたのか忘れたわ。え、<laughs> え、えじゃあ,あのダニエルカーネマンの解説入れた方がいいかなっていうノーベル経済学賞取った人ですねっていう話を言おうかどうか迷ってやめようと思ってやめてるうちにその思考にリソース全部持ってかれて <laughs> 今何に落としたのか忘れちゃった。システムにを働かせ。早速。<laughs> 何に落としたんだっけ。鳥本さんはさ夢ってある？うん、あ夢、夢の向こうたそうそうそう。あのこれ多分答え方二個あって、はい、対別して二個あってそれこそ。 メタモンのの回答の方法あると思うんですよ、はい、それはその何もよくないぜ的な回答、うん、まあ毎朝起きてベランダで太陽を浴びながらコーヒーが飲めたらそれでいいかなみたいなやつまあそう花みたいなやつ <laughs> 花買ってるよその言い方してるやつは <laughs> 多分えっ俺これはできるよめちゃくちゃ機材いやいやいやこれは全然あるでしょ 太陽の光をベランダで浴びながら、コーヒーを飲める生活ができれば、それで幸せじゃない。そいつ夕方鼻抱えて。いや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 、無理無理無理、鼻はかえない。この回答は僕できるけど、鼻はかえない。え分からん。え、全然違うじゃん。レベル感。全然レベル感違うじゃん。気取ってると思った人。うお、でもほら、そんなに、ほらほらほら、そんなに。そんなに上がってないよ。まあ、研修スタッフの。研修スタッフがね。すごい高々と手を挙げてましたけど。いや、でも、これは言えるんですよ。うん、だから、多分、その。 それも回答のの質問の読み替えですよね自分の日常をしゃべるっていうねそう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 ,そうだしなんか的確診断みたいなさ、うん、ものがないような気がする鼻、うん、は僕が飼ってると「はい、うわ鼻って」って思われるけど、はいうん、コーヒーは別にねベランダでコーヒー飲んでてもあそういう人なんだなって思われるなるほどだけな気がするはいのでまあそうですねおっしゃる通りその ここれは身近なととをパッ喋るっていう形で、うん、そのでかいもの言わなければメタモにならないよねっていうケースだと思うんですけど、はい、みんんななこれに逃げるんじゃないですか割と大人はああその夢が何かって聞かれた時に。さっきの言うたら水野さんの、まあ、このままでい,いっすみたいなのもこれに近い気がしていて、うん、まああんまりおっきいこと言わないようにしようっていう。 そうねだからさ困る質問ってさ結局さあのヒューリスティックスを働かせればいいんじゃないかっていう結論になりそうじゃない直感問題を解くのに役に立つ直感ねちょっとご遺言遺言もん先生ちょっと今問題ありましたけど明確にちゃんとした回答で解くんじゃなくて直感的にパッと出てくるやつに頼ればいいってことですねあなたは減税に反対ですかっていう増税に反対ですかって質問もあなたは今の政府が嫌いですかって質問に置き換えて答えるみたいなこととかね多分 本なんか出て,きてたと、まあ、ちょっと荒い記憶ですけどと思いますけど変にさあのなんか小難しくなると質問をシステム1で解けなくなって ULISX がバグってそ,、ね、そのまま答えようとするんだわ。 黄金率みたたいいなな出たかもしれない自分にとって解像度が高いものを聞かれるとヒューリシスティクスが働かなくなってシステムに成功するってことだ解けたそうですね,そうですねだからメタモン発動してる人見たら「お来てるねシステムに <laughs> 別の質問に読み替えてって言えばいいんだよシステム1でっていう今システム1でいいやつって言えばあそうだ、ね、そあいいツッコミだねこれいいですねこれもさん好きな本何 えっとはいシステム1ああれかな料理の四面体かなっていうことですねこれだっていうことですね世界が平和にこれいいこれいいわはいシステム1って言わ正しい回答出ましたよ催眠術解くときみたいなはいシステム1だから夢えっとだから例えばですけど夢って何って言われたときにえっと読み替えるいい例えば質問としては今の生活は楽しいとかに変えればいいんでしょう そうですね。うんうんうん。とか、毎朝の気に入ってるルーティンはみたいな感じで読み替えて返せばいいんだ。うあ、全然いいじゃん。答えじゃん。できた。答えじゃん。これだ。これいいです。これだわ。こうやって対処してあげてください。そうの周りのメタモンに。動物のどこが好きなの？って言われた時ももうかん読み替えばいいんだよね。そうだね。最近気になった動物はとか答えればいいんでしょ。あ、もう簡単簡単。完璧完璧ですこれでね、友達を失う可能性もありますかが、ぜひ雑に回答していただければいいんじゃないかと思いますね。そうですね。 なんで人生そうだ。じゃあ次の方いらっしゃいますか。次行ってもいいぞっていう方とかまなければね別にもうこれ終わってもらえますゃ。あじゃあ野はい。名村さん。はい。できますか。名村清です。えっとあのメ、ー、タモン体験談であげたいんですけどあの型、ー、書き問題なんですよ。ああ<ー>。私えっとモノ作りをしてるんですけど。 えっと、展覧会アート系の展覧会に出すようなものを作ってるんですよね。でなのので、えっとね、よくこの 取材とかされた時とかに、えっと、記事と,か,あとなんかテレビのテロップとかで肩書きが出るじゃないですかそういう時にあの現代アート作家って聞かれてないけどこう入ってたりとかするんですよあでも確かに全然そういうアートとか詳しくない明るくない人からしたらあのー、まあ現代アートとしか言いようがないみたいな感じの。うんうん パッと見てなんかようわからんもん作っとうけどなんかえらい評価されとるけんなんか価値があるんだろうなみたいなものを作ってるんででも現代アートの市場このインサイダーと言われるその現代アートの市場をあの主体となって動かしている人たちから私は現代アート作家扱いをされたことがないんですけど,な,るほどなので現代アート作家っていう肩書きを語るのがめちゃくちゃ抵抗があるんですよ。美術作家とかいうもう 行々しいじゃないですか。うん、なんかごっついユガでも書いてんのかみたいな感じするじゃないですか。そういうのもあるしで、なんかこう。もっとこう削ぎ落として作家って言うと、ちょっと文章書いてる人っぽいかなとか思うし。ねうんうん、でもクリエイターって言うとあの。 例えば五チャンネルのそれとかなんか旧二チャンネルアンテナ系とかのコメントとかで、あのクリエイターとか名乗ってるやつほどクリエイティブしてないとか言いがちなんですよ。クリエイター格好笑いって言われがちです、ね。お前はなんぼのもんじゃいと思うんですけど、うん、そういうのをこう回り回って、はい、私がいつもモノ作ってる人ですってだけしか答えられなくて、これがこうなんだろうでも。 現代アート作家って言った方がアーティストって言った方が分かりやすいんやろうけどこの人にとっては分かりやすいかもしれんけどそう言ってる私をその現代アートをやっている人たちがこう見た時にこうちゃうやんって絶対思うやろみたいなそのツイッターとかでこう工作っていうかもの作ったんを上げてバズってる人たちいるじゃないですか。 私はどっちかというとそういうタイプの人なんですけど,ど,どあのそういうい人って多分現代アートをやってる人からしたら邪道なので <laughs> せやからなんかこのなんだろうどうなのったらいいんだろうっていうのをあの今回の応募フォームとかでも「お仕事」書いてたじゃないですか「あ<ー>お仕事」書く欄があるじゃないですか、ね、私何て書いたかなって思った時にこのあのダブルコーテーション付きで「現代アートサッカー」と呼ばれて。 ているようなことをしているがそう名乗りたくない人めちゃくちゃいいなっていうことしかできなくてめっちゃこれメタモンやなと思うんですよ、うん、<laughs> これは痛いほどわかりますよね度級のメタモン、うん、度級のメタモンですけど、うん、すげーわかりますでも物作ってる人ってやったら製造業に従事してるって最初思っちゃうしね,そうねそう車とか作ってるのかなってな,ってなっちゃうから 肩書きがないのか、だしそのね、現代アートを実際中でやってるインサイダーの方からそう思われるでも、なんかすごくわかる。あの、俗学なんでね、私があ<ー>そう。美大とかに行ってないんですよ。はいはい。行ってへんから、余計にそのなんかちょっとこう、うん、アウトサイダーよりと言えば、そうなので。だから、うん、その辺がムズいなみたいな。はいはいはい。あの、友達で。超大手広告代理店。系の。あの、制作会社。に勤務してる人がいるんですけど。 広告代理店の人って言われるのをめちゃめちゃ嫌っていて <laughs> あの「制作会社です」ってすげえ訂正するんですよ <laughs>。広告代理店じゃなくて制作会社のものもですってめちゃめちゃ何回も言っててはい、はい、なんでそれやんのって言ったらなんか生きろうとするやつ生きろうとする同僚は「ああの会社のやつだけど」みたいな「うん、あの会社の、うん、あの広告代理店の人間です」っていうことを言ってて、うん、絶対に私はそれと仲間にされたくないと <laughs>。 だから、だから広告代理店の人って紹介されると、あっ、農政策会社でーす。<laughs> めっちゃ否定するって言ってたんですけど、似てますよね、なんかね。なんかそれ聞いて思い出したんがあって、私兵庫から今日来たんですけど。はい、あの、すごいな。すごいな。そう、いやいや、尼崎の人がようそれやってるなと思って。え、どういうことですか?。尼崎に住んどる人が、尼崎ってこう、あの、治安が悪いみたいなイメージが。あるんですよ。連続殺人事件が起きたあ、そうそうそう、まあ、そういう場所だったりすることもあるんですけど。最近はちょっと治安は良くなってるんですけどね。はい。なんか、この、でも、やっぱイメージがあるから。尼崎に住んでる。 っ言いたくない人が、兵庫の大阪寄りのとこかなって言うんですよあ<ー>。<laughs> ああ、はい。あ、やりそう。なるほど。なんかわかんないけど、やりそう。それ, <laughs> それっぽいなと思いました。ああ、僕あれでしたわ。大学入って、僕北海道なんですけど、地元が。大学が慶応に入ったんですよ。で、慶応の一般教養のキャンパスって神奈川県にあるんですけど。<ー>でも。 どこ行ったのって、地元の同窓会とかで聞かれると。やっぱ面倒くさいんで、東京って言ってました。<laughs> <laughs> 神奈川はあんま伝わらんし、うん、みんな慶応東京にあると思ってるから。うん 東京って言った方が明らかに通りが良いので「ね、エセ東京都民」をやってたんですけどすごも,、うん、もそんなんねだって僕名古屋行っ,っちゃいますからねそれこそ面倒くさい時とかは、うん、まあ名古屋の方ですとか言うし、うん、あとね口調違うかもしれないですけどうん、うん、愛知でその名古屋大学に通ってた時に大学名を聞かれた時に。 名古屋大学の人間名古屋の大学ですって言いがち <laughs> 東,東大の学生がねすぐ東京の大学ですって言ってあとあと一応東大ですってね東大の人はよく言うんですけど <laughs> 配置の人間も名古屋の大学ですって言ってどこの大学って言われ名古屋大学ですっていう二度でもすごい無駄な情報伝達してます、ね、<laughs> <laughs> よくないですよ効率 <laughs> <laughs> 突っ込んでほしくないんだよねそ名古屋大学だっていうことはねあ,<ー>あんまりっていうことがありましたね だしさ僕もだからさその一般的に言語学研究してる人みたいに言われるのすごい嫌なんですよ絶対に避けたいんですよそ,れだけ<ー>その誤解だけは<近い> <laughs> もうそれを言われようもんなら本当に研究してる先生にまず失礼だし、うん、その先生たちの品位を貶としめることになるし絶対にそれは避けたいんですけど <laughs> まあそうでもコントロールはできないじゃないですか外の人がこういう人だっていうふうに思っちゃう部分はだから僕はもう折に触れて言うっていうことで。 なんか回避しようとしているんですけど、うん、でもそういうわけにもいかないですもんね。ん自前のメディアを持ってこういうことしてるわけじゃないから。ね、難しいね。新しい言葉を作るしかないのか。<laughs> でも新しい言葉を作るとまたいきりだと思われるのかな。そう,そうそうそう。そうなる、ね。<laughs> 三上明はね自分のことを言語学者と呼ばずに日曜文法家と呼んだっていう話がありますけど日曜まるっていうのは結構ね少し謙遜したようなニュアンスが出るイメージありますけどでもより難しいのは名村さんの場合は別にその、うん、趣味でやってますみたいな、ね、日曜ですっていう感じじゃないんですもんねだからそれを表現する言葉ないですよね俺思いつきましたはい「非日常クリエイター」それは俺が大学卒業後すぐの時に名乗ってたやつやないか <laughs> あそうでしたっけ <laughs> <laughs> やめてその恥ずかしい歴史を引っ張り出してくんのやめて恥ずかしいな,しいな <laughs> 2016年の時の僕の肩書引っ張ってくるのマジでやめてください <laughs> 娯楽で世界を変える、ね、<laughs> <laughs> ちょっとそれ厳重注意なんでマジでやめてください <laughs> 本当にやめてほしいやつだからそれは <laughs> ぜひ一緒に娯楽で世界を変えましょうね一緒に新日常クリエイターやりましょうし <laughs> <laughs> じゃあ他に体験談ある方いらっしゃいますかあ,ありがとうございますじゃあにんじんさんありがとうございます どうも、にんじんです。えっ、ー、と、ちょっとパンチが弱いかもしれないんですが。えっ、ー、と、人にお勧めされた本が読めないんですね、自分。で、えっ、ー、と、自分の中で二個ぐらい理由があって。一個は、えっ、ー、と、素直に読むと、うわあ、勧めた本、素直に読むんだ。可愛 <laughs> い,いな、素直だなって思われるっていう、こう。<laughs> なん<だ>その、じゃ <laughs> いぶこじれてるな。こじれてるね。パンチ強いけどな。 もう一個が、えっ、ー、とお勧すすめされた本を読んで得た知識が勧めてくれた人に対して自慢できないと。うんこ,こんなこと知ってる？あ、まあ俺が勧めた本に書いてあったよな。<laughs> そうだね。<laughs> <と> <laughs> まあそれもっと俯瞰してみると、あのその本を読んでも二人の知識量の合計が増えない。うんーーああいい話それ。すごいそれあれです。 僕と水野さんが同じ本読まないようにしてるのって全く同じ理由だ <laughs> すげえいい話だから本を読むというリソースを使うのならばおすすめされてない本を読んでそこで得た知識を相手に還元した方がこう人類の総量知識の総量が上がるという <laughs> 人類ときたかなるほどなるほど。なるほどまあ、それ言い出したら本読む意味ないですけど著者はその知識あるから <laughs> <laughs> あなるほどないや俺それそう考えたことなかったですねその本当ですかそういう何どおすすめ本を聞くことによるそのなんか語形的な関係を築こうとする感じ<ー>全く想像したことないですねじゃあごめん語形的関係えあの変無的の反対変無的も分からん何変無的の対語が語形的じゃんいやじゃあ分からんから両方分からんね<え> <laughs> 何変無的字が浮かばんだわかりますよね皆さんね <laughs> お互い恵むで語形じゃん ああ語系的な片方に務めるはい、はい、片方だけが務める状態。あ,、はい、あそうなんだ。語系的は知ってたけど、偏無的初めて聞いた。偏無的は日本史で出てきた気がするな。<ー>うん、まあいいのよ。の語系的あれだね、文化人類学みたいなよく出てくるあそうかもしれないね。ちょ、ねはい、戻そうか話なはい、はい。はい失礼しました。うん,うんでもああうぞどうぞあだからえっと例えばツイッターで見たおすすめの本とかを読めるんですよ。うん。おすすめしてる本。うん おすすめしてる人との関わりがないので自分が読んだときに自分の周囲まあだから世界じゃなくて自分の周囲なのかなの知識の総量は上がるのでなるほどだから友達から勧められた本が読めないかもしかしたら正しいかもしれないそうですねコミュニティとしての知の量を最大化しようとしているみたいなことですねどう思いますいやあの僕てっきりもう論旨分かったので最初聞いた段階で思ったんですよ、うん、人からおすすめされた本読めないんですよって言われた瞬間にもう理解して、うん、あ あれですね。感想を聞かれた時に困るからですね。って補おうと思ったら、うん、全然違う理由があったんで、今 <laughs> 然としました。<laughs> そんなパターンあるんだと思って。え、堀間さん住民どのタイプですか？にんじんさんの気持ちはわかる側ですか？えっと僕本はいけるんですよ。うん、おすすめされた本は読めるタイプで、うん、それはさっきの。 理論感想を聞かれたときに気の利いたことを言う自信があるからなんですよ。本は割と気の利いた感想を出せる自信があってだから全然気にせず読むんですよね。一番やばいのは音楽なんですよ。ああ音楽映画美術あたりはやばいな。映画もギリいけるからいろいろ引っ張ってこれるから音楽美術絡みをもう何にも分かんないんで、うん、僕が。だからめられて あれ聞いたよとか言うとどうだったって絶対書いてくるじゃないですか <うん S 1> その時によかったったてめっちゃわかるわ <laughs> 小学生みたいなこと言うしかなくなるんでめっちゃわかるわそのせいでおすすめを聞けないっていう病気はありますねどうなんだろうね人に勧める時ってやっぱ求めてるのかなその面白い感想とかこう自分の持ってない視座からの <うん S 2> <laughs> 何か何感想みたいなの多分求めてない、ね、<laughs> 共有したいだけだよね求めてないんだけどいかるわでも読んじゃうんですよねそれを勝手にだしね勧められて聞いた音楽が本当にいいなって思うことあんまないから、うん、自分の好み固まってるせいで、うん、で僕そのポップなものしか分からんから、うん、そうだねちょっとでも手の込んだことされると分かんなくなっちゃって、うん、あ難しかったみたいな <laughs> そうなそれが本当に避けたいんででも逆で 僕友達えらいそれはあただえっ、ー、とねあれだねあのその人と仲良くなりたいかどうかによって変わりますねフラグマティックじゃないですか、うん、これこそ <laughs> 仲良くなるための道具としておすすめされた本を利用しようとしてるんじゃないですか <laughs> <laughs> ちょっと技術バラしちゃった水野さんの人たらし術バラしちゃった今やべええ その人がそう堀本さんと一緒の感想なんですけど、えー、っとその人が読んで面白かったっていうのに自分が知ってることを足してもっとその人の読書体験を面白くさせたいみたいな欲例えばだから堀本さんが勧めてきた本を実際に読んだ時に自分はここの部分が面白いと思ったっていうのを一般的な面白いと思われそうな部分じゃないところを例えばメモとかしてでそれを例えばその自分がもともと昔に読んだ本とかと結びつけて。 こういうような感想を持ちましたっていう風に言えば会話が弾むっていうのがまあまず一つ、うん、であとはまあ基本的にその自分も周囲の人におすすめの本を聞かれることとかあるんですけどやっぱり読む人ってね多分本当1割ぐらいしかいないんですよね、うん、だから読んできただけでグッとくるからひるがって言えば多分勧めた人は読んでくれたら嬉しいはずだっていうってなると僕もその人生の中での本の芯はそこなので その人と会う前とか一番読書あのインプットとして身に入るんで奴隷的かインプットの奴隷的観点からも最もインプット効率が上が上るるのでで読みたくなるっていう感じですよね <laughs> だからあんまり考えたことなかったですねその,そのなんていうんですか土の総量が増えない的なのも増やしようあるよなっていう気はしますよね。 どうですかなんか滑った <laughs> いや分かる分かる分かるんだけどこの議論めっちゃ面白いなと思って、うん、これ2時間ぐらいやれるなと思ってやれ,る、ね、やれますねいや何かね1個思ったのは本読んでそれの内容をこう分かりやすく解説しますみたいなコンテンツをまあ作ると、うん、人類にコントリビューションしてないなって僕よく思うんですよ知、はい、の総量がそれこそ人類において増えてないなと思って僕ブロガー時代 結構昔よくブログ面白いやってみた記事みたいな書いてたんですけど非日常クリエイターの頃にそれやってた時期に何が楽しかったかっておそらく人類の誰も持っていない知見をいっぱい共有できるみたいなのがあってレッドですよ <laughs> 見たたわ風でで飛ばされたやつでしょ <laughs> そう風でめちゃめちゃ強風に煽られながら米粒を数えるんですけど風すげえやっぱ大敵なんですよ。 代々木公園で,そううでやってましたね <laughs> で風の強さに耐えながら数えるためにどうしたらいいのかって何十人もいたんで最適化されていくんですよ、うん、だんだん。でそのうちの誰かが発見したのがそもそも数え方にはダイナミックな数え方とスタティックな数え方があるってことで気がついて最初 <laughs> <laughs> に並べたもの下敷きみたいな方に並べたものを一個一個数えていくこれスタティックな数え方ですね。うん 最初に手のひらにいっぱい持っておいてそれを落下させながら数える1粒ずつこれがダイナミックな数え方っていう2択があるよねっていうことが発覚したんですけどでもこのダイナミックな数え方の方が効率がいいんですよただ風に弱いんですよ飛ばされてどっか行っちゃうから米粒がだからダイナミックカウントの唯一の問題点は風に弱いことだっていうので相違が取れていてもう無理だろうと思われたんですよ実用化は。でも朝9時からやってたんですけど夕方の4時ぐらいに。 誰かがイノベーションを起こしたんですよ、うん、これダイナミックカウントは十分高さを低くしてこの短い間で視認する一見不可能そうに見えるんだけど習熟するとできる、うん、<laughs> 低いダイナミックカウントこそが最強だっていう発見にたどり着いて、はい、これだってなって、うん、イノベーションが起きたんですよ、うん、で僕この瞬間は人類の英知にコントリビュートしたなと思って <laughs> <laughs> 誰もやったことないんですよ風が強い中で米粒を数える最適の方法を探すのに、はい それはもう低い状態でのダイナミックカウントこれがベストっていうのを英知を増やしたんで人類、はい、これいい仕事したなと思って、うん、その日大満足で寝たんですよ、ね、だからそういうことだなって思いましたいやまとまってなかった <laughs> 何そういうことだなって <laughs> いや人類の英知の総量を増やすって素晴らしいことですよねっていう話ですこれ回答になってますた今、ま、人参さんの <laughs> なってなかったから <laughs> 連想ゲームで全然違う話しちゃってすみません <laughs> アンさんですねはい、はい、こんにちはアンです えっとすごい緊張しててうまく喋れないかもしれないですけどアメリカ出身で,で今、日本に住んでるんですけど、うん、もう日本に来てからもう毎回って言ってもいいほど聞かれることあるんですよ、うん、あの初対面で。はいうん なぜ日本に来たんそれがもう最初はやっぱり日本に来たばっかでいろいろ答えては見たんですけどもうどれもうまくいかず、うん、もうそのトラウマーでもないですけどそういうのがあるのでどうしたらいいのかって毎回すごく迷っちゃうんですよね。ははで日本語がすすごい好きなんですよ、うんで 日本語が好きだからですって言ったら、え、なぜですかって聞かれるんですよ、またで。それはまた難しくて、<laughs> そうですね。なぜ日本語が好きなんですかって聞かれると、もう、もう、メタモン、もう、体が動かないぐらい固まっちゃって。で、向こう、向こうはもちろん、その、仲良くなりたいっていうか、私のことを知りたくて、その、そのような質問してくれてるんだろうなって思いつつ、もう、辛くて <laughs>、どうしようって ね、そもそも,もう初対面なんで私がどういう人なのかどういうあの趣味があるのかって多分知りたいと思うんですよね、うん、相手はでも彼に私があ「ひらがなの見た目が好きなんです」っていうマニアックな答えをしてしまうと全然共感してくれないというか,うか共感してくれないえっ、ー、みたいなどういうことですかめっっちゃいいい回答だと思ううけどねね <laughs> ひらがななもんねってなりそう <laughs> ありがとうございます <laughs> 答えていただいたらいいんですけどぽかんとした顔が多くてそうなんですよでなぜ日本なのかっていうふうに聞かれるとめっちゃ困るというもあるんですけど日本人に聞かれて、うん、外国人に聞かれるともっと困るんですよ。そのあのアメリカに一時期あの帰ったらえ 日本に留学したんですかえ、なぜ日本って聞かれるときも,もう本当に難しくて、うんうん、多分向こうがあアニメが好きとか、ポケマンが好きだからとかそういうふうに答えてくれることを期待して、向こうは多分それ、そういうアニメとか好きと思うんですよ。うん、でも私、アニメあんまりわからなくて。どうしようってなって。 ちゃうんですよね。ああ、ステレオタイプの押し付けみたいなのがあるんですね。確かにでもありそうだね。<分>海外から日本に来たならきゃアニメが好きなんだろう。クールジャパン好きでしょっていう雑なれてる割りがね。ねああなるほど。嘘としてあアニメが好きですって言ったらうまくいくのかなと思ったらはいはい。 もう逆効果で最近の何々見てますかって、えー、<ー>そもそも聞き取れないんですけど何何何何ですかっていう感じで。 もうすごく困ってるんですけど。はあ、ど,どうしたらいいですかねお悩みそうだ思った最終的に悩みそうだね。えっと。メタモンになってるよ。あれ,あれ,あれ、ヒューリスティックスでいいよ。あシステム1でシステムで1でだから <laughs> ってなると、日本って最高だよねって質問になるんだから。え、でも、そっか、あの、今、まずそもそも。 留学に日本に来た時に多くの人がきっとアニメが好きなんだろうっていう期待に、まあてかアンさんがさらされるっていうことを僕知らなかったんでそこからまず自己意識を変革しようっていう気持ちになりましたよねそのもっと広い受けを取らないといけないなっていうなんか反省、うん、どういうこと僕もその留学生の人に例えば会って話を聞くときになんで日本に来たんですかってまず聞いちゃうし、はあ、アニメとかも好きなんですかとか言っちゃいかねないんですよね。それでも 辛いい人もいるんだなみたいなこと知らなかったから普通に今後の人生に生かそうっていう全然関係ない発見が一つありますねまずああああ逆に言うとあれだよね「ひらがなって可愛くないっすか?」って聞いたらいいかもしれないですね <laughs> いきなり <laughs> 第一声で「ひらがなって可愛いと思いませんところで」<laughs> 攻めてるね、<laughs> 攻めてるね。<laughs> そんぐらい狭い質問をした方が逆にうまくいくかもい。い確かに。どういう質問をしたら救われるのか聞きたいですね。その日本に来てくださった方に対して、そ,ねうん、そのなんで日本に来たんですかじゃなくて、どういう質問をしたらハッピーなのかは普通に知りたい,な,りたいな。なんて言われたらすごい会話が楽だったとかありますか。そうですね。その日本語を知ったきっかけはなんですかとか、あ<ー>その明確にやる。 見、うん、えたの答えがある質問が YouTube のコメント欄であのメタモンの回が投稿された時にその好きな本が何ですかっていうのを読書家に聞くと困るっていう話に対して。 今読んでる本は何ですかって聞くと会話が弾むっていうコメントがあってマジでそうってなって、うん、ピンとくるよねこれ完全にそうそうだから質問の仕方次第では全然別に小難しいその家系ラーメンの注文みたいにさ片目、うん、濃い目多めみたいなことしなくても、うん、その出店名称高めとか言わなくても会話ができるわけじゃんだ,、ね、だから意外とオープンクエスチョンですごいこう回答の幅が広いと答えづらいから順に絞っていくぐらいの方がいいかもしれないですねそうだね そかないつのタイミングで日本語を知ったんですか別に普通にいい質問だしなんかやっぱあの僕もめんどくさい人間なんで気の利いた質問を考えたくなるんですよ、ね、めっちゃ明るめっちゃわる,分かるめっちゃ上がる多分毎回この方は初対面の人にこういう質問されてるだろうから裏を書こうとか思ってどっかで話したかもしれないですけど僕「美人に美人ですね」って絶対言いたくないんですよ<ー>言われすぎてもう飽きてるから,からなんか 裏書きたいなみたいいななみ気持ちちがめっちゃあって、だその留学生の方とかも同じように普通のベタな質問したくないなみたいな謎の意識が働いちゃうんですよねだから留学生に「あこいつなかなか気の利いた日本人日本語話者だな」って思わせる質問を知りたくなってきたな <laughs> こいつ腕上,上げてるなみたいな質問気の利いた日本語話者だなって思われたいんですね。そそ <laughs> そうそうななんだろこかかこれそれこそ 募集したらありそうこう聞かれたらすごい話しやすかったみたいなのはそ,、ね、その日本語いつ知ったんですか以外にもありそうだけど今全然浮かばんなな,なんかメタモンが発動しちゃうから <laughs> そうか <laughs> いいんじゃないですか募集っていう形で。 アンさんを救う質問を募集するので、でね、恐縮です。はい、<laughs> ハッピーになりましょう。これであれみたいな、ね、<laughs> 難病の子供のために募金集めるやつみたいな、<laughs> アンさんを救う質問のアイディアを募集しますということで。そうですね。じゃあ最後、さっき唯一手挙げてなかった。唯一のあれですね。えっ、ー、と小学五年生の時に仕上がってるかどうか,か,どうかで手を挙げなかった。周りのやつを見下しているのか,か。僕と唯一共感できた。中村さんの。はい。 今起きていたことなんですけど僕がその最後になった理由がずっとメタモンを起こしていて最後になったってまず僕が想定していたストーリーがまず大きな分岐2つあったさすがさすが家に来る時にねちゃんとストーリーを想定してくる。はい おそらく最初に誰も手を挙げないんじゃないかっていう状態が起きるのではないかとなそれを想定してめっちゃハードル下げメタモンストーリーを1個用意しといてますクリシェみたいなやつはい,、はい、いいですねいいですねだ <laughs> らメタモンクリシェ用意してきたかなりもうかなり最初の段階というかもう振ってすぐぐらいにえっとアッジさ,さんが入ってあげたんであのこのストーリー聞いたとそうですね <laughs> <laughs> プラン B プラン B 入るしかないよ ベスストーリーに入ったんですけどそのっとに順番どうでしたっけあっアッチさんの後にパンゴリさんが喋って2人とも質問に対する回答みたいなストーリーだったんですよ。ってことは大きく書けると受動的なメタモンと能動的なメタモンみたいのがあるのでだから次に誰もあげなかったら能動的なストーリーをぶち込もうと思って。ありがとうま進行で 用意してたらなんか割と,えっと能動的なストーリーが次出てきてはい,はい、はい、名村さんの名村さんからあの自分の振る舞いとか質問されて困るとかじゃなくて状況に対してこう困るみたいな話とか出てきてえっとニンさんもおおよそそういうどっちかというとあの能動的な方なのかなってこの人面白すぎ、ね、るで、そうしてた結果自分が話すことがなくなる <laughs> <laughs> なるほど想定シナリオ2つちゃんと潰れたってことですか潰れてあこの場は面白くなったのでよろしいのではないかなるほどこれが究極のメタモン自体ですねそうですね <laughs> いやーう<ー>すげえーあ素晴らしいなるほどちゃんとストーリーを2つ想定してきたのにメタモンが発動した結果そ両方とも潰れてしまいさらに番組のオチまで作ってくれるそうい。構成をね,でねありがたいでたいっすねそう確か <laughs> ちなみに本当にないですか <laughs> あの、お、まあ、用意してきたやつだと、<laughs> はいはい、あ <laughs> あるぞこれ。<laughs> てかなんかたくさんあるんですか。<laughs> かスクロールしてますけど。一応全部で一二三四五個ぐらい落ちた。<laughs> めっちゃあるやん。<laughs> まあ今から話す意味があるの。<laughs> <laughs> <ー>やめときましょうか。<laughs> やめときます <laughs> 枕言葉がすごいな。やめときますか。そんなわけで大盛り上がりの。 メタモン体験談公開収録第2回やってきました、うん、皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございましたこんな感じでね最後にちょっと宣伝しておきますとゆるゲン・学、はい、ラジオのサポーターコミュニティに入っていただくとこの公開収録に参加する抽選に申し込む権利が生まれます、はい、倍率は大体いい <laughs> 12倍<ー> <laughs> 難関大 <laughs> まあ、みたいな感じになってしまうので、ちょっとね、あのみんな、こ、はい、れますよとは言い難い感じでなんですけど、はい、1か月半とかに1回ぐらい、公開収録やってますんで、そちらも申し込みたいぞっていう方は、まあ、宝くじのチケット買うつもりで、サポーターになっていただけると良いかもしれません。はい、概要欄に加入リンクがございますので、そちらをチェックしていただければと思います。うんえー、では、皆さん、なかなかお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 このラジオは、1階の言語オタクが、ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。